スタップ細胞はあります。世界を騒がせ、業界並びに世間から姿を消したおぼかたし。薬を飲まないと。騒動によっておぼかたし本人は精神がやつれ、連日の報道陣の追及により家族は離散、実家は廃墟同然となり、学位を剥奪された彼女には何もなくなってしまった。しかしそれでも彼女は前向きに生きようと行動を開始。この本見てみろよ。週刊文春のグラビアなんだけどさ、この原色美女図鑑ってのにおぼかたさんが登場してんだよ。そして今現在はお菓子作りが高じてパティシエの道を進んでおり、洋菓子店で勤務、パートナーを見つけて同棲もしているらしく、仕事終わりには雀荘に通って麻雀に興じているそうだ。